親友達也の仇である栗生を潰すため相棒つくもと USB を守る琥珀雨宮押せ。死闘の末琥珀雨宮たちによって USB は公表された。現在政府が進めているカジノ構想に関わる汚職の情報が今回明らかになったのはクリューグループと、クリューグループの総裁久世龍心は逮捕された。琥珀さんたちがやってくれたみてえだな。達也のけじめつけてきた。スウォード地区でのカジノ計画は終わったかのように見えた。しかし巨大な影が動き、総裁は釈放。クリューグループ総裁久世龍心さんが本日釈放されました。なんで釈放されたんだ。ほらニュース見たか。ついに9つの竜が動き出す。スウォードの終わりだ。